例えば遊びで雨やってる人は遊びのような結果が出ます。仕事として取り組んでいたら仕事のような結果が出る。やった人が全員成功するとかね、そんなビジネスじゃないですよっていうこと、大島海星がね最後のミーティングで言ってましたけど、あなたは自由になりたいのか自由にしたいのかどちらですかとか言ってましたよね彼。あなたどうですか、どっちですか。自由になりたいでしょ、自由にしたいんじゃなくて。だから自由になりたいんだったらこうしたらって言ってるんですよ。